にちは。始まりました、川西美希です。今回はめちゃくちゃ久しぶりに薬局に行って15,000円分買ったので、そちらを紹介したいと思います。それでは川西チャンネル始まるよ。久しぶりに薬局行って見てみたら、かなり気になっているのだったりとかがあったので、ちょっといろいろ買ってきました。リピ買い商品から実用的な夏に使えるものだったりとか、いろいろあります。今回いろいろ気になってたコスメがあったんですけど、 Amazon で買おうか迷ってたやつ、こちらケイトの 3D プロデュースシャドウで、これが BR の1で、もう一つカラー違いで OR の1も買いました。私が買った薬局だと一つ1540円です。これ SNS とかで見てずっと欲しいなって思ってたんですけど、アイシャドウとフェイスカラー眉積みにもなるっていう風に書いてあって、かわいい。左が BR の1で右が OR の1、めちゃくちゃかわいいカラー。最近ケイトってリップモンスターもそうですけど、私が覚えてる限りだと1年前ぐらいから結構攻めた商品作っているなっていう印象で、これもカラーがたくさんあったんですけど何色か売り切れていて、でも私のお目当てのこのカラーが買えたからすごい嬉しい。でまず BR の1から手に塗ってみると、左上こちらはシェーディングとしても使えるし、アイホール全体に伸ばすアイシャドウ用としても使えますね。そしてその隣、こちらは明るめのオレンジブラウンみたいなカラーで、下まぶたとかに入れたら可愛いっぽそう。で右下のイエロー、これはグラデーションとしても使えるし、下まぶたの涙袋に入れても夏っぽくって可愛い。そして左下はこんな感じのオーソドックスなダークブラウン、ブラウンの中にゴールドのラメが入ってますね。アイシャドウとしても使いやすいし、シェーディングだったらこの BR の1番のここのカラーがすごい使いやすいんじゃないかなと思いました。だけどアイブロウとしてこの全体の色でどれ使うんだいって言われた時にちょっとと難しいかなと思ったので、シェーディングとアイシャドウとしてはすごい使いやすいんじゃないかなと思いました。そしてもう一つのカラー OR1 番、左上から手に取ってみると、あ、こっちのカラーはチークとして使えそう、かわいい。でも肌の色によってはシェーディングとしても馴染みそうですね。そして右上、かわいい。アイシャドウとしてすごいかわいいカラーだね、夏にぴったり。そして右下、このカラー絶対好き、あ、いいですね。アイホール全体にぼかしても可愛いし、下まぶたの目尻とか絶対この色合うね。そして左下はさっきよりもちょっとレッドみがかったオレンジブラウンっていう感じかな。これも使いやすそう。全色手に出してみたんだけど可愛い。これはすごくいいですね。上はどちらかというとナチュラルだけどイエローで少し変化球出してて、下は夏にぴったりな、すごく私が好きなカラーでした。これは使いやすい絶対。キャンメイク、セザンヌ、ケイトとかドラッグストアに売っているカラバリってすごく使いやすくて、メイク初心者さんでも手が出しやすいカラーが多いんだなって改めて思いますね。デパコス、例えばスックだったりとかだと新色は変化球入れた色が多い印象なんですね。だからちょっと手が出しにくいかなって思う時があるんだけど、無難カラーが好きな人間からするとこういうカラーはすごく嬉しい。これ次にメイクする時に使おう。そして次もケイト、夏はさ、やっぱりイエローとかオレンジメイクしたくなるじゃないですか。なのでイエロー系オレンジ系のコスメをかき集めてみたんですよ。でネットでも私が好きそうな色ないかなって思った時にこのケイトのやつが出てきて、でちょっと気になってたので買ってみました。こちらケイトザアイカラー051番です。これは一つ715円でした。単色アイシャドウってあまり使う方ではないんですけど、単色の良さってパレットに入ってるとちょっと使いにくそうかなっていう奇抜なカラーだったりとかを変えるところがいいところなのかなと思うんですけど、これ結構はっきりしたオレンジカラーになっていて、粉質かなり柔らかくて指でスッて取るだけでしっかりとついてくれます。ちょっとパールが入っていてほんの少しチラチラする感じがあるんですけど、まぶたに塗ったらそこまで目立たなさそう。でもそれこそ今回買った OR1 番と合わせてこっちのカラーを使わずに左上ベースにしてグラデーションカラー051番使って下のカラーと一緒に使っても可愛いかなって思います。私ケイトの単色アイシャドウ初めて買ったんだけど粉質結構好きですね。こういうふわっと取れてしっかりついてくれるけどぼかせるようなやつ、これは使いやすそう。他のカラーもちょっと挑戦してみたいですね。でケイトはこの3つを買いました。でリップモンスター姉ちゃんに買ってこうかなって思ったんですけど、まだ入荷していなくて全然見当たらないけど、ちらほら入荷してるんですかね。はい、そしたら次こちらクリオのプロシングルシャドウ G02 番と G10 番と紫っぽいカラーの G12 番です。ここの薬局韓国コスメも結構あってクリオ置いてるんだってちょっとびっくりだったんですけど、このシングルアイシャドウいくつか持ってるんですけど他のカラーも気になるなって思って買ってみて、まず G02 番、パッケージ見てみるとイエローベースっぽい
ぽい感じの白身がかったラメで、手に取ってみるとゴールドとシルバーのラメですね。かわいい。パールラメ感がかなり細かくて、そして密集率が高く感じるラメの。そして次 G の10、こちらはオレンジベースっぽい感じのゴールドラメ、塗ってみるとパッと見さっきのとそんな違わないように見えるんですけど、ピンクっぽい感じのラメが増えた気がする。 G02 よりも G10 の方がキラキラして見えます。そして最後、こちらは普段あんまり使わない感じのラメの色なんですが、塗ってみると主にピンクと紫のラメがギランとしてくれます。うん、全部めっちゃ可愛いけど、私の肌に馴染むで言ったら2番目に塗った G の10番なのかな。ちょっと今日マットでアイメイク仕上げてるので塗ってみます。 G の10番実際に塗ってみるとこんな感じ。すごい細かいよねこのラメ。ちょっと濡れつやまぶたにしてくれる感じ。塗ってみました。こんな感じ。下まぶたにも塗ってみようか。涙袋のところに塗ってみるとこんな感じです。ゴロゴロラメじゃないから近くで見た時すっごい綺麗だけど、遠くで見た時チラチラ感っていうよりも立体感を出してくれる感じなのかな。これつけた後に大粒のシピシピとかのラメを黒目の上だけにのせて少し伸ばしてあげるとかだとより可愛く映える気がする。ちょっとハイライトっぽくも見えるかも。なんで女の人ってラメ好きなんだろうね。化粧品のラメを見るだけでもテンション上がるし、こうやって顔に塗ってる時もすごいテンション上がる。可愛いよねラメって。やっぱり作った人すごいわ。で今回は上と下まぶたの涙袋のところに塗ったんですけど、どちらか上だけとか目尻の三角ホールだけとかポイントでつけるとさらに可愛い気がします。はい、という感じでクリオはこちらの3点でした。でこちらのクリオは1つ1320円でした。はい、今のところアイシャドウ6個買ってるんですけど、次もアイシャドウです。やばいよね、買いすぎ。買い物するときにコスメ全般っていう時もあるんですけど、今はアイシャドウをたくさん買いたいっていう時期とか、あ今リップものすごいたくさん買いたいっていう時期があって、なんかムラがあるんだよね。分かる人いますか。はい、次全然取れた。こちらも同じ種類のを2つ買いました。で、キャンメイクのアイシャドウといってみんな連想するのは、こちらのシルキースフレアイズだったり、パーフェクトスタイリストアイズ。この2つが多いのかなって思うけど、もちろんこの2つも好きだけど、発色が一番好きなのは、こちらのキャンメイクジューシーピュアアイズ。この発色がすごい好きで、今回12番と13番を買いました。で、これは1つ660円。安っ！もうレベルが違う。だってさっきのケイトのザ・アイカラー、これ1つで700円、これは3色入ってて660円。やっぱキャンメイクとセザンヌズバ抜けて安いな。で私なんでこれが好きかというと、アイシャドウの粉質がすっごい柔らかくて、私がもともと使っていたセザンヌのトーンアップアイシャドウ、これにちょっと粉質が似ているかなって思って最近ちょくちょく使っているんですけど、まずじゃあ12番から実際手に塗ってみると、左からピンクベージュっぽいカラーでパールが入っています。そして真ん中、このラメもねすごい可愛くって、密着力がすっごいあるかって言われるとそうではないんだけど、この金額でこのラメ可愛い。そして一番右、ちょっとベージュみがかったローズピンク。なんかアイシャドウっていろんな色最近私は使いがちなんですけど、思ったのは3色あればアイメイク完成できるなって思って、なので最低限の必要カラーをギュッと詰め合わせたのがジューシーピュアアイズなのかなって。すごい可愛いんだよなこれ。そして次、ジューシーピュアアイズ13番、左からこんな感じ、少しくすんだベージュブラウン。確実にアイホールにのせたら使いやすくって、でも陰影を残してくれるような素晴らしい。そして真ん中、こちらはちょっと白っぽいラメになっているんですけど、なんかもっと白っぽく発色するのかなって思ったけど、ゴロッとした感じのラメもあって、めちゃくちゃタイプなんですよこのカラー。薬局でテスターしながら、あこれ可愛いって思って買いました。そして最後、一番右のカラー塗ってみるとこんな感じ。やっぱ粉質がね最高なんだよな。スッと指にのせるだけでこれだけしっかり発色するってめちゃくちゃ時短になるやん。このジューシーピュアアイズの魅力に気づくのが割と最近、ここ半年ぐらいだったのでプラスで買ったりしたんですけど、いやめっちゃ可愛い。13番の真ん中のラメ、こちらを真ん中だけに出してみます。おお、さっきのクリオのだけでもかなりキラキラしてくれたけど、すごいより立体的になった。こんな感じです。かわいい。ちょっとプチプラメイクとかキャンメイク縛りのメイクしたくなってきたな久しぶりに。今回買ったアイシャドウの中でもやっぱりこの粉質一番好きだなって思った。はい、という感じのアイシャドウでした。で次もキャンメイクで、これはずっと使っているんですけれども、こちらキャンメイククイックラッシュカーラーリムーバーです。
でこれはお湯だけで落ちないマスカラを落としてくれるっていうリムーバーになっていて、こういうリムーバーいろいろあると思うんだけど、これがねなんせ安くて、でここのコームの部分も普通に使いやすいから、他のメーカーさんのだと1000円以上するところがこれは550円で買えちゃうので、そしたら2つ買えるからこっちがいいなって思って、最近はずっとこっちを買ってます。で基本的にお湯落ちのマスカラを使うんですけど、新しいマスカラ試した時だったりとか、1日中外にいる時ちょっと汗かくかもしれないから今日は崩れないようにウォータープルーフのマスカラつけようって思った時とかは、このキャンメイクのやつと、あとポイントリムーバー使ってアイメイク落とすようにしてます。でこれは万が一目に入っても痛くなかったです。こういう系で痛いやつだったりとか、リムーバーで痛いやつとかあると思うんですけど大丈夫でした。これは洗面所のところに置いときます。やっぱ安いよな。で次ちょっとこれはもう開けちゃって今日使ってたんですが、こちらディエップのいつも使っているパーフェクトエクステンションマスカラブラック、こちらのマスカラは1つ1650円でした。でこのディアップのマスカラはここ数年ずっとおすすめしてて、これは去年の末雑誌の取材でプチプラ部門のベスコスを教えてくださいって言われた時にこちらのディアップ選んで、ちょっといつだったか忘れちゃったんだけど、自分の YouTube のベスコスでもこちらのディアップ選んでるかなと思います。お湯落ちオフだったらもうダントツですごくまつげが綺麗に映えるマスカラで、このコームのつくし部分がすっごいちっちゃいんですよ。なので上まつげも際までちょっと塗れるし、下まつげこの目尻のところとかさ、大きいつくしだとしっかりと塗れないんですよ、私のまつげ短すぎて。だけどこの小さいつくしなら目の際までしっかり塗れるから、これがすっごい大好きでずっとリピ買いしてます。っていうかなくなったら困るから、基本的に家の中には2つ置いてるようにしてます。さっきキャンメイクのマスカラリムーバー紹介したんですけど、でもなるべくこれは使いたくないんですよ、言うならば。でもいざっていう時のためにやっぱないと困るからこれっていうのと、でもなるべくやっぱりお湯落ちで済ませたいっていう気持ちが強いからずっとこれを使ってます。でこれはマキア2020年の下半期マスカラ部門賞2位で、美的だと2020年年間プチプラコスメプチプラマスカラ部門1位ですね。あとスイートの2020年のベスコスでもマスカラ部門第1位、それぐらいずっとみんなに愛されてる商品ってことですね。でこれはダマになることもほぼないし、結構液が長い間ずっと柔らかくいてくれる、乾燥しにくい気がしますね。はい、そして次コスメはこれで最後かな。こちらビセリシェのカラーインパクトリキッドライナー OR240。 さっきケイトのアイシャドウ紹介した時にオレンジメイクしたいからいいのないかなって探してるって言ったんですけど、これもオレンジで持ってなかったので買ってみました。で手に塗ってみるとこんな感じ。おーかわいい、結構明るめのビタミンカラー的な感じだね。本当に無難メイクが多いからカラーメイクあんまりしないんですけど、やっぱたまには気分変えたいなーって思って、ちょっとカラー系も挑戦しようと思い、最近はカラーメイク撮影しない時とか結構してるかもです。こんな感じ、かわいいこの色。なんか外もあんまり出れないからさ、メイクで色をつけて楽しみたいっていう気持ちがあるのかもしれない。でこちらのリキッドアイライナーは1つ1100円でした。でコスメはここで終了。次は生活の中で使うものを紹介します。こちらめくるコットン大きめサイズで、これは1つ308円でした。 3,4 ヶ月前ぐらいから肌の調子がなんかガッタガタになっちゃって、そこからコットンパックしたりとかいろいろ試行錯誤してるんですけど、コットンパックしていく中でどのコットンがいいんだって思い始めて、いろんなコットン買い漁ってて、でネットでいろいろ買ったんですけど、このコットンは買ってなかったのでゲットしました。これは化粧水を無駄なく使える5枚重ねのめくるコットン、これ大きめサイズなんですけど、小さめのサイズを使ってた気がする。でこれこんな感じで剥がせるんですけど、かなり薄いのね。そうこれ使いやすかったんだよね。田中みな実さんが使ってるっていう噂のこちらのナチュラルパフっていうコットン、これも何セットか購入して使ってみたんだけど、比べてみると大きさも同じぐらいですね。でもこのナチュラルパフっていうのはクッキングペーパーをもうちょっとふわふわさせた感じっていう素材で、伸びはしないんですよ。化粧水の量だとどっちも同じぐらいで済むんじゃないかなって思ったけど、私伸びるコットンが好きなので、こっちだと横に伸ばせるからこっちの方が使いやすいかもって思ってこちらを購入しました。めちゃくちゃしっかり保湿したいっていう時はこういう薄いコットンだと含ませる化粧水の量も少ないから乾燥しやすいんですね。なのでしっかり保湿したいっていう時はこういう薄いのじゃなくって厚めのコットンを使って保湿するようにしてます。コット
トンもいろいろあって面白いなって思ったんですけど、最近だと拭き取り系のやつはロージーローザのオーガニックコットン。オーガニックって聞くと一見肌にすごい良さそうって思っちゃうんですけど、普通のコットンだと真っ白なんですけど、これは中に黒いつぶつぶとかが所々入っていて、で肌が敏感な時に使ってしまうとちょっとだけチクチクするから、このオーガニックコットンは目元を拭き取る時だけとか、あとはコスメレビューの時にここについたのを取るために使うようにしてます。ちょっとコットンは使い分けるようにしようって思っていろんなコットンを使ってます。でもこれ5枚重ねかける70枚入っていて大きめサイズでしょ。それで308円はありがたいね。コットンパックしばらくはこれ使おう。はい、そして次、夏ということで外出るとみんな暑いですよね。もう暑くて本当に汗だくになりすぎて、女なのにこんな汗かいてちゃやばいよって思ってやっと買えた商品、こちらビオレのサラサラパウダーシートの爽やか石鹸の香り。これ買って速攻使ったんですけど、これが一つ198円。でこういう系の汗拭き取るシート、今までギャッツビーのものをずっと毎年買ってたんですけど、今回もギャッツビー買おうって思っていたら、このサラサラシートのコーナーにこちらビオレサラサラパウダーシートデオードランドっていうのがあって、でこれがスースーするっていう風に書いてあったんだけど本当かな。でこれも198円でした。あれ？なんかここに書いてないんだけど、よいしょ、え、ちょっと使ってみますね。スースーしないのかな、まさか。ちょっとアルコールっぽい匂いがして、これは無臭のタイプにしたんですけど、アルコールの香りがする感じ。え、でもスースーしない。私は一体何を見たんだ。ん？まあでもサラサラパウダーシートなのでいいけど、ちょっと記憶ないわ。ギャッツビーも使いつつ、でもその匂いじゃお嫁に行けないから、こっちの石鹸の香りを後で上から重ねてスースーも保ちつつでもいい匂いさせるっていう二段方式で私は毎年やらせていただいてるんですけど、家でこの無香料の方を使います。いやでもやっぱりギャッツビーのスースー感は必要。あと外に出るとき、林とか行くとき蚊に刺されるじゃないですか。今の時期私昔からめちゃくちゃ蚊に刺される、蚊に超好かれる人間なんですけど、でもギャッツビーを全身くまなく拭いて林とか行くと全然刺されないの。多分虫除けスプレーの代わりみたいな感じの強烈な匂いがするから全く虫が近寄ってこなくて、動画で昔話したかもしれないけど、植物園に夏に行った時にギャッツビー全身拭いて行ったら全く刺されなくて、でも一緒に行った人はボロクソ刺されたっていう、そんな素晴らしい実証があります。なので蚊に刺されて困るっていう方はギャッツビー使ってみてください。はい、という夏に使えるものでした。そしたら次はこちら、綿棒。もう綿棒は当たり前のように皆さん使ってると思うんですけど、いつも通販で綿棒買うの忘れちゃって、自分のものがなくなったので姉ちゃんのところから取って使っているんだけど、綿棒が切れたので買いました。で私は綿棒は普通のタイプが一番好きなので2つ入りのオーソドックスなやつ買った。でこれを2つで206円でした。綿棒最近めっちゃ好きなんだよな。耳掃除楽しい。でもやりすぎるとね良くないって聞いてるので、ちょっと頻繁にしすぎないようにしないとね。はい、そしたら次こちら、バンドエイドのキズパワーパッド。基本家にキズパワーパッドは置くようにしているんですけど、この間切れそうになってたのでアップデーって思って買ってきた。何かとキズパワーパッドさんにはお世話になってるし、ないと不安ですよね、怪我した時に。あのさ、キズパワーパッド入れ物大きいんだよね。トゥワイスのトレカぐらいの大きさありますからね。でこれちょっと一つ開けてみようか。この大きさの中に、よいしょ、このサイズのキズパワーパッドが入ってます。でこれは大きめサイズ6個入っててプラス2枚になってる。今だけ増量だって、みんな買わなきゃだよ。なんだかんだ言ってキズパワーパッドちょっと高めですからね。これは836円でした。でも新しい靴履いて靴ずれ起こしちゃったっていう時とか天才なのよね。彼はすごく仕事ができるから一生私の皮膚にくっついててくれる。絆創膏とかもさ、つける人によってちょっと治ったらすぐ外すよっていう人とかいろいろいると思うんですけど、私は多分完治しただろうなって思ってもあと1週間ぐらいずっとつけてる人間。はい、というキズパワーパッドとちょっといつの日にか付け比べしたいなって思って買ったキズパワーパッドよりちょっとだけ安かった S セレクトのクイックパッド。これは大きさ普通で657円でした。で10枚入り。あ、ちっちゃいんだ。めっちゃちっちゃい。でも入れ物が青でなんか薬っぽい感じしてテンション上がる。かわいい。パソコンのフォルダーみたいな飛び出てる感じとか、これタイプですね。デザイン性があるというのか、なんというのか。キズパワーパッドとほぼ一緒なんですけど、かわいい。チンスコーみたい。はい、そんな感じのいつか怪我した用の処置のやつでした。よし、
じゃあこれを傷ができた時用の収納箱に入れておきます。はい、という感じで久しぶりの薬局購入品でした。コスメ買うのも楽しいけど、こういう日用品買うのもすごい好きで、あんまり動画では紹介してこなかったけど、これからは日用品とかも買ったら紹介したいと思います。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。今日の洋服はスナイデルのワンピースです。これ前色違いで動画で着てたんですけど、2色買って着てみたらすごい形が良かったから、こちらの色も追加で買いました。でピアスはクレイミーのやつ、最新のですね、かわいい。そして今日のカラコンは私がプロデュースしたミムコのキャラメルスフレ01番です。本当にありがたいことに一部で売り切れが出ているそうで、とっても嬉しいです。皆さん買ったよ報告とか買ってくださりありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。川西美希でした。バイバイ。